三島、そして大石のコンビ、さらにはたいた、シュートした、決まった、ゴール。最後に決めたのは15番姫野。さあチャンスを迎える森島、姫野さらにサイドへ、ここでディフェンスとのギャップを作りたい。宮城戻して、ここはまた姫野上がっていく、チャンスになる、外からなんでズボスか、シュート、キーパーセイダー、最後は姫野、ここは守ってカウンターにつなげられるか、クロスボール上げている姫野、ゴール前に藤枝の選手がどうやら飛び込んできそうな感じなんですが、遠目に来ました、ボレーシュート、姫野が上が中央、こぼれたところ、シュートは押し込めるか、起点を使って姫野の左足、ハンドボール、シュート打った姫野、しかしキーパーファインセーブです。姫野、さあここは姫野が奪った、縦吉平、ここに渡ってチャンスを迎える、吉平右足だ、決めた、あまりとっては時間があります、あーここは奪った、さあチャンスになる、姫野だ、姫野持ち込んでいって大石に渡す、大石シュート、決めた、姫野から右サイド、こぼれたボール、もう一度藤枝、後ろからシュート打った、ポスト向こう側、うわ、縦へのパス、姫野につながる、姫野、吉平前を向いて大石へ、大石、大石右足、持てるかどうか、右にこぼれたボール、シュートを打っていきました、これはキーパー触った、なんとか触りました、最初のシュートはクロスバーギリギリの、さあ吉平から左サイド空いている、中には姫野が待っている、その姫野のボール、左足乗せた、同点に追いつきました藤枝、シュートはブロック、ハンドボール、あ、股を抜いた、決まった、1点返しました藤枝前吉、最後シュートは姫野、ヘディングで戻す、さあ姫野が行く、そして打てるか、吉田打った、あっとこれは少し前に出る、姫野のシュート、キーパー田中雄大キャッチ、森島ワンタッチ、チャンスになる姫野、左に安藤直人、今日初めて松岡が中央逆サイドに振る、クロス上がる、中ヘッド、ボールバウンスを捉えましたが、森島奪って、大石、さあ安藤です、慎重にポジショニング、ゴール決まりました、ここから狙っていきますが、アンジュース繋いでもう一度戻してくるが、とこれは姫野が直接狙っていきました、そして姫野からのいいパスが出て、松岡左足のシュートでしたが、これはヒットしませんでした。さあ姫野のボール飛び込んでいきました、飛び込んでいったのは秋元です、